ウィセス、皆さんこんにちは。三つ星ワールドレコーダー鋼でございます。本日も YouTube ご覧いただきありがとうございます。本日はですね、7月の17日の日曜日、午前2時30分でございます。だいぶまず深夜なんですけども、今日はですね、先日の動画で、ご報告している通り、今日はフルマラソンを走った後にボディーコンテストを出場してみたっていう検証を実際にやっていきたいと思います。はい、多分誰もやったことがないと思っているんですけども、今日は、はい、そんな過酷なことにちょっとチャレンジしていきたいと思います。コンディションはですね、あまり、まあ、正直あんま良くないんですけども、いけるところまでやっていきたいと思います。今2時半なので、ちょっとご飯、炭水化物、糖質を結構多めにとって、1時間後に大阪城で、1周3キロのコースがあるので、それを14周ですね、フルマラソン 42.195 キロ走っていきたいと思います。で、今日のスケジュールなんですけども、まあ、3時半前後に出走し始めて、ペースについては本日は全然こだわってなくて、まあ、ゆっくりでも完走すればいいなと思ってて、5時間ぐらいで、考えております。ですので8時、半ぐらいに、終えることができて、まだここに戻ってきて、一気にまた食事ですね、しっかりとった後に10時から日焼けサロン行って体を焼きつつ水分も取っていきたいと思ってます。そして11時にですね、Wホテル大阪集合ですので、タクシーで移動して現地に臨んでいくという形になってます。で、私の出番自体がですね、結構今回の大会では早くて、13時半ぐらいかなにステージ上がる予定になってます。で、そこで終わったらまた、夕方にですね、懇親会が含まれているみたいなので、そちらに参加していきたいと思います。かなりタイトな激しめのスケジュールなんですが、いけるところまで頑張っていきたいと思います。マラソンの内容はですね、まあ、定期的に、10キロ期ぐらいにも取っていきたいと思いますので、最後までご視聴いただけたら幸いです。それでは行ってきます。ウィセス、はい、今大阪城に到着しました。今の時間は3時20分になります。あと10分後ぐらいにですね、出走し始めたいと思っております。めちゃくちゃ暗いですけど、まあ、4時ぐらいになったらですね、今この時期明るくなってくるので、まあいいかなと。気温も今はそんなに高くなくて、かなり今日涼しいです。雨は降らなくてよかったです。で、ぼちぼち準備して始めていきます。10キロぐらい大きいぐらいまた報告していきたいと思います。頑張ります。はい、ウィスス、顔げっそりしてるな。今ですね、12キロなりました。だいぶこのように明るくなってきました。体はもう全然余裕です。かなりゆっくりなペースで走っております。ということで、あと30キロですね、自分のペース守りながらやっていきます。げっそりしてるな、本当。はい、でも大丈夫です、全然。はい、引き続き頑張ります。はい、今ハーフ21キロ走りました。今半分になりました。結構これでも結構きついくなってきましたね。あと残り半分、あと7周やっていきます。頑張ります。明るくなってだいぶ皆さん走ってますね。いい感じです。はい、今30キロ到達。あと12キロです。かなりゆっくりなペースで走ってますが、残り最後までやっていきます。結構走ってる人多いですね。こんな感じで続けていきます。はい、今 42.195 キロを完走しました。今の、時間はですね、8時13分。3時半からスタートしたので4時間45分ぐらいですね。かなりゆっくりなペースで走りました。まあ、予定通りのスケジュールということで、一回ですね、糖質エネルギーチャージたくさんして、一回ジムに戻って10時から日焼けサロン、そして会場に行くというかなり慌ただしい動きになります。とりあえず、完走できました。ウィセス戻ります。はい、今ジムに帰ってきました。もう顔こけてるね、完全に。やばいかな。今時間8時40分です。この後は、食事、糖質ガンガン取ります。で、1時間ぐらい余裕があるので、10時に日焼けサロン行って30分焼いて、その後タクシーですぐに、W ホテルに行きます。ちょっと慌ただしいスケジュールですが、やっていきます。ちなみに体重全然 OK です。足とかまだ軽いですね。さすがに琵琶湖合宿とか
ウルトラマラソンやってる経験があるんで、かなりこのフルマラソンに対しての抗体はできてます。いい感じです。強くなってます。ういっすっす。ちなみに今からこちらですね、大福餅、バナナ、粒あんパンとかですね、でプロテイン、結構なボリュームですが一気に入れていきます。はい、今ヒサロ、行ったとこです。結構体汗抜いたんでドライ感出ましたね。結構ほら血管とか浮き上がってるんで、いい絞りは結構いい感じです。ただね、やっぱ有酸素運動ばっかりしてたんで、ボリューム、筋ボリュームは少ないですけど、絞りだけだったらまあまあいいとこもできるんじゃないでしょうか。はい、ということで今から会場に行ってきます。ウイスス会場の W ホテルです。ウイセス鋼です。今、大会終わりました。もう先に結論から言いますと、フィジーク部門で第2位、獲得することができました。ありがとうございます。今回マラソンシーズンということで、なかなか体のボリュームはですね、昨年と比べて3キロ4キロぐらい軽いというか、筋ボリュームは少ないですけども、圧倒的に絞りが勝ってたんじゃないかなと思っております。それが評価されて、2位という結果いただきました。で今回ナオボディジャパンさんですね、景品が結構すごくてですね、こちらですね、はい、なんかグローブとかもらったりとかですね、フィジーク第2位、賞金もいただいた上で協賛内容、こんなものまでいただけるという、大変素晴らしい内容になってます。はい、少しここで話が変わりますが、今回のナオボディジャパンではお客様、会員様と一緒に出場させていただいております。数ヶ月間ですね、頑張って減量して、いい状態で臨んでいただきました。まだまだこれから進化されることだと思いますので、私もどんどんサポート続けていきたいと思います。改めてお疲れ様でした。ウイスス、はい、本日7月18日の月曜日ですね、大会が終わった次の日の朝でございます。昨日は懇親会にも出席しまして、帰ってきてもう爆睡して、はい、今起きたっていう感じで寝起きの状態でございます。改めまして、昨日はフルマラソンを走った後にボディーコンテストに出場してみたっていう企画ですね、挑戦しまして、結果的にコンテストは2位ということで、フルマラソンもきちんと大阪城で完走しました。ということで今回の検証ですね、まあ、成功といいますか、現実ができたということになります。世の中にはですね、まあフルマラソンをやりながらボディメイクもされている方も多くの方がいると思うんですけども、同日にですねフルマラソンやった後にコンテストを出場するという変態はなかなかいないと思います。もしいらっしゃいましたら教えてください。ぜひコラボさせていただきたいと思っております。ということで、これからですねちょっとマラソンの方に注力していきたいと思うので、筋トレはですねどちらかというと爆発系のトレーニング、瞬発力を向上させるようなトレーニングをメインに置いてやっていきたいと思います。トレーニング動画もですね、皆様のご要望に対するトレーニング動画も適宜上げていきたいと思いますので、引き続き鋼の筋トレチャンネルよろしくお願いします。よろしかったらチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで、次のまた課題目標を設定してやっていきたいと思います。本日はありがとうございました。失礼します。ういっせっす。
最後にコンテストあるあるを言って締めたいと思います。コンテストあるある。コンテストが終わって暴飲暴食した次の日の朝が一番コンディションがいい。筋トレあるある。